じゃあちょっと名前変えようかな、こいつ、この子もね。ジローね。ジローは長生きしますように。重量を上げる。400もあるじゃん、めっちゃすごいね。で、種ね。ナルコペンの種を。メスだった、花子にしよう。じゃあ花子、ちょっと待って。これメスだ。花子。よし。全然手に入んないんだけど、種。拾う以外にさ、種、方法ないの？ないんだ、マジで。え、じゃあ何？ナルコベリーの種でさ、畑作るじゃん。それまた種を集めなきゃいけないの？そうなの？じゃあ、畑作る意味なくね？種手に入んないんだったら畑作る意味なくない？だったら普通にナルコベリー取ってた方がいいよね。帰ろう一回、もう一回。畑重要な、あ、そうなの？畑作れば、種がさ、畑からも取れると思ってさ、そういうのないんだ。霧のせいでこれ、行きづらいな。あ、一度植えたらなんとでも取る。あ、なるほどね。畑は一度植えたらなんとでも。あ、じゃあ畑大事だね。いやー、ちょっと近いな。そしたらこれでインベントリ開くわけね。あ、あったわ、普通に。開いて、この中に、種を入れると。わー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 。あ、もうないか。あ、もう、早いよ。早くね。これどんぐらいまで時間かかるんだろう。結構時間かかるこれ。こいつもかなり体力ある。ああね。近いんだけど。うちの堂々ちゃんまだ生きてるね。素晴らしい。じゃ、この堂々ちゃん名前つけるか。あ、卵産んでんじゃん。素晴らしい。せっかくだからさ、もう一個作ろうか、畑。ねえ、二つあってもいいよね。菜園庫。石が足りない。石が。なんで?あ、ここ中はやばいぞ。ちょっと待って、この子近くにいたらもうどうしようもないもんで、一回ちょっと遠く行かせよう。早く来て、早く。そんなことしてる場合じゃないでしょ。やばいやばいやばい。こっち来て、こっち。あ、もうこれ家壊される、ひょっとして。ああ、あれやばい。もうあ、堂々に標的いってる、マジで。で、トリケラトプスが生きてれば私はいいんだけど、まずはね。拠点壊されちゃう。どうしようどうしよう。これさ、走って向こうの方まで逃げればさ、なんとかなるかな。誘導するか。ねえ。ちょっとこれは、きついよね。こんなとこに居座られたら。よし。こっち来いよ。こっち来いよ。来てんのかよ。顔の向きが全然違ったから、全然違ったから、来てないのかと思った。来てる？あ、来てる来てる来てる。おーおー、サムネになりそう。一応もう一回やっときますか。行ったことない方に行く的な意味も兼ねてね。めっちゃ向こう行ってるけどね、結構。ああ、この亀強えな。お、水の萌え、水の萌え、水の萌え。おー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 、水の萌え、見たい見たい見たい。あまあね、見た感じ多分平和になったと思うかな、この辺は。ね。ちょっと向こう行ったら、やばいっていうことは分かった。勉強にはなったかな、みたいなね。まあ、それはいいとして、私のアイテムよ。どこに落とした？私。大丈夫かな？最初死んだ時さ、川にボコーンってやられたよね、私。そんな早くでも消えない。あ、これかな？うん。これは違う。これは？え、待って、なんで？なんで？箱がなくなってる、マジかー。家どんぐらい壊れてる？そんなもんか、でも、言うて。よく無事だったな、堂々な。蛇口壊れてる？あ、ほんとだ、蛇口も壊れてる。つか、私の荷物はどこ行った？荷物。潜れば見つかるかな？荷物が、ない。あったー！あったー！よかった！荷物があれば、まあ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 って感じか。蛇口を、ここに置いて、はい、オッケーだね。菜園を作ろうとしてて、そのために石を取ろうとしてたんだ。オッケーオッケー。早いとこさ、石の拠点作ってさ、安全な場所作んないと、やばいね、これね。菜園を作って、もう一個菜園作ってもいいかもしんない ?4 個くらいあってもいいかな、これ。種がそもそも3個しかないのか。あ、木材ももうほぼもないのか。なるほどね。まあいいや。よし、そしたら、ここと、ここに置いて、あ、費用も入れんとかんのか。1個のとこに1個のうんこ。種を入れて。あれ、種に、あれ、2個しかなかったっけ？あれ ?3 個あったかと思ったら。
じゃついでにこれでやりたかったことは麻酔薬を大量に作ってレベル上げっていうね。レベルってほんと麻酔薬ってどれぐらいの効率なんだろうね。ほっ、あ、これでいいのか。1回で4増えんのね。これを一気に100個とか作れば一気に400ぐらい経験値が上がるもんで、的な感じか。見てください、これナルコベリーがねたくさん実ができるようになりました。ただね、ここまで作ってみてね、分かったんですが、全然効率悪い。正直これね、畑ね作んなくてもよかったぐらいのね効率の悪さあるんで、後悔してますねこれね。とりあえずこのナルコベリーの使い方だと違う、畑はね特にそんなナルコベリー全然取れないってこと分かったんで、素直にねナルコベリーはね花子を使ってね取っていこうかなと思います。レベルがまださ25なんだよ。でもレベルをバンバン上げなきゃいけないもんで、いろいろねレベル上げをね試してみようかなと思います。でちょっとねいろいろ考えてみたんですが、レベル上げね、レベル上げについてちょっと本気出して考えてみたんですが、なんかね噂に聞くとアイテムを作って壊して、アイテムを作って壊してってやると効率のいいレベル上げになるらしいんで、こちら見てください。こちらイカダ、イカダ木材250、皮175、繊維125使うんだよ。でこれいつか絶対使うやつじゃん。なのでこれ取っといて、でイカダを作って壊して作って壊してを繰り返せばレベルがバンバン上がるんじゃないか的なね、そういうことに行き着きました。私はいつも同じところにね行き着きました。でイカダの作り方は繊維ね、繊維今経験値がね3600いや今今日寝起きなんでね、ちょっと数字が読めないんだけどね、3163ですね。これ今イカダ作るといくつになるか、作りまーす。よいしょ、3163ね、3163だ。結構時間かかるけども、3163が190ぐらいマジで、そんなに、これ以上経験値効率高いやつあんのかな。めっちゃすごいんだけど、これ置いて回転すればいいんだよね。あ、重くて動けねえ。イカダもう一個作ります。よいしょ、100いくつ上がった、100いくつか、やばいね。これやっぱ正解だったね、イカダを作るのが正解だ。さあ今度は歩けるかな。歩けないねイカダ85もあるんだ。イカダの時点でじゃあもう動けないんだ私、今すでにイカダを置いて、これで動けるかな。あ、動ける、よしよしよし。これで、イカダを、お、でけえ、でけえ、イカダ。イカダ置いて、で、さらにこれを解体する。解体。生肉盗まれた。解体する。解体して、解体したのこれ。これ、もう、めっちゃ残ってるけど、解体したのかな多分これ。解体したんだろうね、きっとね。解体して、解体したことにより木材が帰ってきてない、戻ってこないんだこれはなるほどね、イカダは戻ってこないのね。あ、いいことを分かってよかった。あ、なんだイカダ戻ってこないんだ。あー、まあ何事も勉強だよね。まあ今ので思いっきりこれ木材なくなったけどね。だったらちょっととりあえずレベルを上げよう、レベルを上げます。じゃあまだね、まだ1個あるよ、また考えることは。まだねいっぱいあるものがあって、はい、こちら石関係のアイテム、これは今度こそはね解体できると思うから、でいつかどうせね石の、拠点を作っていくもんで、石の壁取ります。石の壁を取って、これで3543ね。じゃあ行くよ。石の壁を作れない、木材欲しい、石の壁。ちょっと待って、石だけで作れるもんないか。石だけで作れるもの、あ、石のこの辺は作れるわ。石のパイプとか、これでいいや。これ給水口が25個で作れるので、石だけで作れるので、これちょっと作ってみよっか。3544がいくつまで上がるか。3544、4だけかいやでも4だけだけどね、これもね、これ全部一気に作ります。これね、まあ、3548ね。こんな感じで1個作るごとにね4ぐらい上がるわけで、 3.5 だな。 3.5 上がるもんで、10個作れば35、20個作れば70。あんまり効率よくない気がしてきたイカダがちょっと強すぎるな。一気に190ぐらい上がったっていうのがちょっとでかすぎてね。さ、これで石のパイプ給水口をね置いておくわけさ。これをね、これ重ねても大丈夫なのかなこれ何の作業これ解体するわけね。これを解体するマークが出てこないんだけど、
長押し詳細オプションを開く。あるよね、出るよね。あー、出た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 、びっくりした。出ないかと思った、マジ。解体する、解体する。あ、ほらほら、石12個回収できてる。解体って、こんな感じでね、アイテムをね、作って壊して作って壊してっていうやり方で簡単にレベルが上がるのでね、これをね、今度から裏作業でね、やっておこうかなと思います。